スタバのおかわりがお得すぎるんやけど知ってる？カフェミストのおぬぬめカスタム紹介してくださいってコメントもいただいてたから、それも合わせて紹介するな。みんなはスタバでドリップコーヒーとかカフェミストって頼んだことある？もし頼んだ時はぜひレシートの下の方を見てみて、ほんならワンモアコーヒーご案内って書いてると思うね。これがいわゆるおかわりシステムのことで、ドリップコーヒーかカフェミストを頼んで、その時のレシートを当日中に全国のスタバどこでも持ってったら、ドリップコーヒーは130円、カフェミストは185円でおかわりできんね。サイズは同じサイズかそれ以下のサイズが選べて、ホットとアイスも変えられるし、1杯目ドリップコーヒーで2杯目カフェミストとかも選べんねん。ほんで今回は1杯目カフェミスト、おかわりにアイスコーヒー頼んでそれぞれカスタムしてきたから紹介するな。まずカフェミストのおすすめカスタム、こっちはコーヒーもしっかり味わえてオーツミルクの甘みとホイップでまろやかにしたカスタム、ほんでこっちはアイスコーヒーをおかわりしてブレベミルクとキャラメルソースでさっぱり甘々にしたカスタム。甘々って言ってもしっかりコーヒーを味わえるカスタムやから、苦いのが苦手な人はちょっと厳しいかも。それぞれ画像を見せたら注文できるから、ぜひみんなも飲んでみて。